これは。うん。何？シオン。なんで人を遠ざけようとするんだ。いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって、善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。詰め寄るなら茨が行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの。もう何なの。シオン、茨が出てるぞ。もう話は終わったから。とにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、心臓に悪いわ。よし、行くぞ。レナ兵や手下のズー、さっさと片付けましょう。行け、さらに撃ち込む。マジンテン炎よ、巻き込め。何かに使えそうだな。
能よ、火の精霊術よ。魔人剣なぎ払う、ギエンジなぎ払う。水の力で何かに使えそうだな。問題なさそうな相手だな。ギエンジマジンテン、もう終わりか。マグナレイ、これぐらいの相手なら問題ないな。あの時修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょうね。大勢のダナ人がそのために命を落とした。でもその彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ？精霊力は世界を巡る。拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。なら、レナが集めた精霊力はどこに行くんだ？王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ？ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの？あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの？知るもんか。言っただろ、記憶がないって。分かったよ、別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか？まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか？それがここのとこの騒ぎの連続で、なけなしの在庫が降って。そうか、他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒！毒ってあなたの面倒を見てたって人？ああ、今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。ならお願いできる？私はここを留守にできないし。わかった、任せてくれ。まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろう、あの子は。そんなに驚くような話じゃないでしょう。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな、俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても、実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないで。ああ、分かってるさ。あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、
それだけでも俺は嬉しいんだ。よし、行くぞ。どきなさい。ラグナレン、なぎ払う。水の力でこっちは終わり。この調子で行きましょう。行くぞ。はい、次ニエンジン魔人剣。相手には困らないな。魔人剣、よし、いい感じだ。さあ行くぞ。マジンケン、なぎ払う。私に任せて、火の精霊術よ。バーストライク。何かに使えそうだな。明らかに他と違うな。なんて死の淵からだって呼び戻すわ。死の淵からだって呼び戻すわ。レイズデッド、はったないわ。すまない。傷を直すわ。生き返る治癒の術よ。フラストイング魔人剣マグナル。まず頭を奪ったな。マジンケン毒弾打ち込む。負けるものか。野宿は嫌なの。どこまで行っても岩と砂ばかり。野草一つ見つけるのも。大変ね。ああ、食い物はとても貴重だ。はや。十分休めたな。進もう。
るしかない。独断神経を制御。薙払う。行くわよ。さらに打ち込む。よし、決めて。これで終わりだ。よし、いい感じだ。静かだ。もう誰も鞭打たれない。殺されない。やあ、ドク。ん？俺だよ。鉄仮面だ。もっとも、今はアルフェンだけどな。名前を思い出したんだ。アルフェン？確か、スルドを倒したのがそんな名前の。それじゃあ、カラグリアを解放した英雄は鉄仮面、お前だったのか。いやはや。アルフェンだよ。それに、俺一人でやったわけじゃないさ。だとしても、大したもんだ。おまけにそんな顔をしとったとは。そちらはレナ人か。知っているのか。お前のことと一緒で噂程度にはな。半信半疑だったが、これも本当だったわけだ。ドク、彼女は？ありがとうよ。レナに礼を言うの？レナに言ったわけじゃない。あんたに言ったんだ。私の都合でそうしただけよ。もちろんそうだろうと。だが、それであんたがしたことが変わるわけでもない。お前さんたちはスルドを倒し、その結果、わしらは解放された。ありがとう、ドク。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝してもしきれるもんじゃない。それで、わざわざ世間話をしに、この年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろう。ああ相談があるんだ。ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが、心当たりはないか。うん、衰弱となると需要競争の類か。わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ、キルド駐屯地は漁ってみたか。いや、ここへ来るのに通り過ぎはしたが。レナ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が残したのがあるかもしれん。わかった、行ってみる。キルド駐屯地、確か線路脇に建物があったな。手早く、早くお願いするわ。嬉しそうね。俺が？そうだな。よく知ってる人から感謝されて、やっと実感が湧いた気がする。あの老人も変わってるわ。ドクマか。そうかな。もうレナにへつらう必要もなくなったのに。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくてシオンに言うんだって言ってたじゃないか。それが変わってるって言うのよ。石でも投げられたらよかったのか。
そうじゃないわ。ただ理解できないってだけ。よし、行くぞ。なさそうな相手だな。なぎ払う。マジンケン風よ。よし、いい感じだ。行くぞ。ドラッグ掴む。セミナーヤクはエンジン。マジンケン。この調子で行きましょう。容赦しないわよ。炎よ。マジンケン。マジコメ。やるぞ。終わりだ。よし、いい、いい感じだ。やるしかない。龍星陣、もう一発。はい、つかめ。火の精霊よ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、こっちは終わりだ。しょうがない。これぐらいの相手なら問題ないな。よし、いい感じだ。
減を見誤った。ああ、問題ない。これか？私が知るわけないでしょ。迷っていても仕方ない。これを持って帰ろう。間違いないことを願うわ。また来るのはごめんよ。念のためウルベゼクに戻る前にドクに見せて確かめた方がいいかもな。手短に願いたいものね。があると思うわ。うまいこと見つかったか。これだと思うんだが、見てくれ。どれ？ああ、これだこれだ。早いとこを持ってってやるといい。ああ、そうするよ。なあ、鉄仮面。ああ、いや、アルフェンだったか。この先もそちらの娘さんと一緒に行動するのか。ああ、そうなると思う。そうか。何かが変わり始めているのかもしれんな。何かがって何がだ？ああ、わしにもわからん。ただ止まっていたものが動き始めた。そんな気がする。きっとお前たちについてあれこれ言う者もいるだろうが、すべきと思うことをせ。疲れたらまた帰ってこい。それまでは思うようにやるといい。ありがとう、ドク。
これで間違いないか？ええ、バッチリよ。本当に取ってきちゃうなんてさすがね。これであの子もすぐ良くなると思うわ。ありがとう。驚いたな。まさかシスロディアからの客とは。シスロディア？このカラグリアのお隣さん、五稜の一つだ。あの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが、本当によそから来たってやつに会ったのは俺も初めてだ。あの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸送隊が通る時だけだったものね。その輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのか？いくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に行くやつはいねえよ。名前はリンウェル。シスロディアの抵抗組織銀の剣に所属。組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人たどり着いたと。ここまではいいか？最近になって弾圧が急に厳しくなったんだ。それでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきて、それなら助けてもらえるんじゃないかって。ちょっと耳が早すぎない？気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。まるで狙いすましたようじゃないか。でも私たちが苦しんでるのは本当だよ。ここまで来るのだって命がけで。心配するな。よくここまで来た。頑張ったな。おいジルファー、あんたまさか。私は行くわ。アルフェン、準備なさい。全てのスルドを倒すために炎の剣を使う。そのために協力し合うという約束のはず。まさかレナ人、どうして？大丈夫だ。訳ありだが敵じゃない。お前のために薬を持ってきてくれたくらいだ。そんな、でもだって信じられない。いつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞ。それはあなたたちの都合、私には関係ないわ。アルフェンの炎の剣は切り札だ。カラグリアから出すわけにはいかない。彼がここに留まったところで私の同意がなければ同じことよ。あんたに言うことを聞かせるって手もあるよな、光目。できるとでも？私に触れることもできないくせに。やめろ。アルフェン、お前はどう思う？俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきた。だから剣を取った。もしあれと同じことが他の国で起きているなら、何とかしてやりたい。ネアズの言う通り、敵がまた来る可能性は否定できない。だが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだ。すべきことは山積みなんだと。うん、だから選択肢は限られる。ビエゾの時と同じやり方で行こう。やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで今さら止められやしねえよ。分かってるわよ、そんなこと。本当に行くのか？4人だけで。ああ、留守は任せる。それがあんただものな。分かったよ。こっちのことはなんとか俺たちでやってみる。レナの残党の相手は引き受けたぜ。頼む。だがむやみに殺すな。だろ、分かってるよ。あいつらと同じことを繰り返すつもりはねえって。行くぞ。
本当に全てのレナ人をダナから一掃できるんだろうか。レナ人を一掃だと？だって俺たちが生きるためには違うのか。お前の炎の剣を得て勝利がただの夢物語ではなくなった今、俺たちは敵の皆殺しを目指すべきなのか。それはだけど、死なないため、殺されないために相手を殺そうとする。相手はますますこちらを殺そうと躍起になる。その繰り返しの果てにあるのは何だ。だからむやみにレナを殺すなとガナルに言ったのか。連中が俺たちにしてきたことを許すつもりはない。だが自分で積み上げた憎しみに押しつぶされたいとも思わん。憎しみの形は様々だ。たった一つの答えで全て解けるとも思えん。がそれでも破滅が嫌なら探し続けるしかない。見つかるまで一生探し続ける。お前もそうしろ。自分自身の答えをだ。ジルファ、あんたが戦い続ける理由は何だ。理由？紅のカラスに出会うまで俺の知っているダナ人は皆おとなしく奴隷の運命を受け入れていた。いや俺自身そうだった。けどあんたたちは違った。勝ち目がなかった時からすでにそうだった。なぜなんだ。別に難しい話じゃない。奴隷でいることを拒んだ、それだけのことだ。奴隷として死ぬより戦って死ぬことを選んだってことか。逆に聞くが、お前にとって奴隷で亡くなるとはどういうことだ。それはレナに支配されないことじゃないのか。ならレナに立ち向かい志半ばで死んだ奴は奴隷か。俺に言われるまま訳も分からず死んでいく奴がいたら、そいつは奴隷と何が違う。それは身分だけが奴隷じゃない。逆もしかりだ。俺の奴隷になるなよ、アルフェン。弱い者いじめは不可能だ。囲まれていると冷静になれ。俺にも月が回ってきた。あの向こうに見えるのは何だ。城か。リエゾとは別のスルドの城ね。別の。当然か。スルドは5人いるんだってよな。ええ、まだ先は長いわ。リンウェルだったな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくて、ここからでも来な。これで走るな。終わりだ。ストライク。はい、誰がいる。ぶっちゃろうよ。飛んでる奴らは頼むぞ。マグナル。邪魔ないな。これぐらいの相手なら問題ないな。どきなさい。逃げて。当てる。なぎ払う。タグナレイド。謎になるのはごめんだよ。やるな。上からの物言い。そりゃ悪かった。力の差も測れなかったのね。
どうしたの、フルル。あれは。こっちに気づいた。飛び回るズーグルか。厄介だぞ。私には関係ないわ。シオン。撃ち落とすから、その隙に仕留めなさい。飛び回る敵も撃ち落としてしまえばフルに足らないわ。分かった。任せてくれ。あのズーグルども何を襲っていたんだ。こいつは。何？いや、ついでにしただけよ。倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど、私に触らない方がいいわよ。頼まれたって。リンウェル、シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ。そんなの。なんだか会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。他のフクロウに会ったの多分初めてだから、もうフルル以外にいないのかもって思ってた。ハオハオ。あっ、フルル、せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。うん、そうだね。ね、フルル。フル。力の差も測れなかったのね。野宿は嫌なの。シオンはよく毎回あんな風に銃を撃てるな。どういう意味？俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べて、なんていうか、その性格だ。別にそんなこと、単に銃がそういうものだっていうだけ。当たらなければ何の意味もないし。やっぱり意識して狙う急所とかあるのか？それほど意識しているわけじゃないけど、例えば飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわね。あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられる心配がないから当てやすいわ。あなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょ。ああ、ひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい。戦いで敵の動きを封じるのは基本よ。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい。本当に助かってる。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくれればそれでいいから。なんだ、ジロジロ見て。あなたの格好はだな。よし、行こうか。ここにもフクロウが。意外といるもんだな。
ここを抜けるのね。どうしたんだジルファ。ああすまん。それ指輪？女房の形見だ。女房ってあんた結婚してたのか。意外か。形見ってことは亡くなったの？そのレナのせいで。いや病気だ。薬が手に入らなくてな。あっけないもんだった。あいつにも見せてやりたかったこの先の世界をな。ジルファ気にするな。言っておいてなんだが別に珍しい話じゃない。でも行くぞ。階段や柱、どういう場所なんだここは。俺もここに来るのは初めてだからな。レナの輸送隊もここを使っていたんだろうが。にしては随分ボロボロじゃないか。シオンは何か知らないのか。知らないし興味もないわ。ここダナの遺跡だよ。ほら柱の装飾とかさ、大昔のダナの衣装だよ全部。つまりここは300年以上前に作られたということか。うん、何のためのものかまではわからないけどね。俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだな。いつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうか。しっかりしろ。そのためにお前は戦っているんだろうが。そうか、そうだったな。力が必要ね。石像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然の生き物じゃないらしいからな。他にどんなのがいるか想像もつかん。油断するなってことか。ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、うん、そうだね。まず他人に気を許さないこと。なんだって。言葉通りの意味
どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き、申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。それで他人に気を許すなか。俺たちはいいのか。それはでもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし。地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。だから俺たちみたいなのがいるんだ。炎の剣は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。回ってきた。さあ行くぞ。こいつでどうだ。行け。で、魔王エギタ。任せて。ラクケ。燃えろ。決めて。こっちは終わり。ドクラ。決めてやる。ルミナリアスは。ドクラ。当たれ。なぎ払う。受け取れ。これぐらいの相手なら問題ないな。ドラに逃げても無駄よ。これで
終わりだ。この調子でいきましょう。炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。問題なさそうな相手だ。調子がおかしい。本当におかしくなってるわよ。そうか、なんとか決めた。叩き捨てる。後ろ見るぞ。見せてみろ。お前の力。小物に時間をかけてら、これで終わりだ。まだまだ上を目指す。あのズーグルならやめておきなさい。力不足か。Let's go!
大技が来るぞ。宇宙決めてやる。すまんな。お前らの力はこんなものか。ここで終わってたまるか。その息だ。武器を構えろ。炎よ巻き込め。玉切れよ。これでいける。すまんな。みんな、大丈夫か？これは何だ？それ、本で見たことある。貴重なものだよ。お前、物知りだな。行きましょう。力はすごいな。振るったのはあなたよ。さあ行くぞ。やっとエンジン薙ぎ払う。ダンクル火の精霊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 キリンするな。集中しろ。マジック決めてやる。火の精霊ですよ。小物に時間はかけてられないわ。ああどんどん倒すぞ。存分に力を振るい。あっけねえもんだ。
う少しで出口、そしたらシスロディアだよ。どうした、また考え事か。俺たちはビエゾを倒してカラグリアをレナから解放した。今度はシスロディアのダナ人を助けようとしている。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。だけどその先のことはどういうことになるんだ。いい質問だ。数でならダナはレナを圧倒しているが、武器を取る者は少ない。その武器にしてもレナのものに遠く及ばん。仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている。今連中が本腰を入れて反撃してきたら俺たちに勝ち目はない。たとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだ。そんな、じゃあ私たちは望みのない戦いを挑んでいるの？明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでもう一日生き延びられるならその価値はある。その一日を使って明日勝つためにできることをするんだ。より現実的な話をすると、連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは俺たちが必要だからだ。だから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ交渉の場に引きずり出す。レナと交渉するの？気持ちはわかる。だが俺たちが生き残るにはそれしかない。そんな、でもそんなのって。話は終わった。先を急ぎたいのだけど。シオンはどう思っているんだ？全てのスルドを倒した後は。私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答える必要はないわ。ここがシスロディア。主婦まではどのくらいだ？まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて。わかった。これは離れず進んだ方がいいな。ああ。おいシオン、密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょ。あなたたちの後を追うわ。そうか、わかった。なんだよ、カラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないか。あのね、ここは敵地よ。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困るの。気にするな。あいつなりのけじめってやつだろ。それに考えてもみろ、茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えん。そんな相手に痛みを感じないからってお前は近づきすぎたのさ。そういうものか。あいつは一人でダナに来たんだ。だが一度でも故郷を思う素振りを見せたか？いや。それだけであいつが並ならぬ事情を抱えてるのは分かるってもんさ。そうか。それを含めて支えてやるのもお前の務めってことだ。これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。仲良くって。さあ行くぞ。別に仲がいいってわけじゃないのは分かったけど。リンウェル、あまり前に出るな。いつどこからズーグルが現れるかわからん。大丈夫だよ、来る時だってなんとかなったし。いいから下がっていろ。そんな、ダメだよ、私が頼んで来てもらってるのに。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのは老いぼれの役目だ。でもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。うん、ありがとう。でも確かに、どうやって通り抜けたの？ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。
何かうまく隠れる技でもあるのか。あ、うん、そうそう、私ってほらこう見えても結構すばしっこいから。そうか、何にせよ運も良かったんだろうな。すばしっこいね。それにしても山一つ越えただけなのにこんなにも気温が違うなんて。そんなに違うのか。カラグリアは暑かったよ。俺は見た目の違いしかわからない。エクシ、自覚できなくても体は反応するんだね。そうか、くしゃみが出たら寒いってことか。くしゃみは風邪の引き始めというわよ。寒さを感じないならなおのこと体調管理に気を。今のはくしゃみなのか。言葉を噛んだだけよ。いや、俺のとはだいぶ違ったけど今のは確かにくしゃみ。違うって言ってるでしょ。お互い体調管理には気をつけような。もうカラグリアに後ろ髪を引かれているの？いや、むしろ離れられてホッとしてる。ホッと？安心したっていう意味？誰も彼も見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて、正直落ち着かなかった。それだけのことをしたんだ。お前はレナのスルドを倒し炎の門を打ち壊すというな。けどそれは炎の剣があったからこそだ。ビエゾの元にたどり着けたのだってジルファたちが。それでもビエゾを倒したのはお前なんだ。それに人間ってのは守ってくれそうなものを崇めたがる。英雄だなんだと呼んでな。俺はそんなもの求めていない。そんなスルドの代わりみたいな、俺は嫌だ。変わっているなお前は。本当にそう思うならその感覚を大事にしろ。迷った時はその声に耳を傾けるんだ。そうすれば見失わずに済む。お前が正しいと思う道をな。俺が正しいと思う道。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。ズーグルもカラグリアのとはだいぶ違うんだな。寒い国だからね。それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利に戦えそうね。力が必要ね。問題なさそうな相手だな。取り出す気がするな。蒸発しろ。発さないわ。受け取れ。決めてやる。炎よ、決めて。風よ、炎よ、巻き込め。玉切れよ、見てなさい。くらえ。まだまだ上を目指す。
つけましょう。終わりよ。くらえ。いや、終わりだ。なぎ払う。飛んでいる相手なら任せなさい。やっと決めてやる。炎よ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。わかった。何かの役には立つだろうさ。やるしかない。なぎ払う。危険人魔人剣。あたれ。決めて。毒だ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるな。レンガ弾邪魔ないな。も測れなかったのね。少し温まっていくか。人がいるじゃない。休める時に休むだ。仕方ないわね。なあ。うむ。ちょっと、いいな。そうね。
おう。シオン、満足したか？ええ、十分よ。あれだけ食べたら満腹にもなるか。腹八分でやめておいたわ。え？よし、行くぞ。が回ってきたな。弱い者いじめは時間のだ。囲まれているぞ。レーザーになれ。決めて。これで終わりだ。その調子で続けなさい。ああ。言いたいことでもあるの？なまないな。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ？悪くない。かけるぞ。なぎ払う。やっと。
小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。あんなところに家が。人が暮らしているのか。メザイ224、ありふれた小さな村だよ。何か聞こえる。争っているような。執行隊、蛇の目が来てるんだ。迂回した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど。住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう、抗わないなら嘆くのもやめるべきね。ずっと私たちを押さえつけてきた光目のくせに、よくそんなことが。よせ。だってこいつ、300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。お前もだ、シオン。敬意を無視して今だけで語るな。それで今、あの村で何が起きているんだ。多分、通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ、奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めて、その結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか。わかる、と思う。よし、ならやれ。シオン、聞いてなかったの？私はやらないわよ。わかっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり？ああ、これは俺のわがままだからな。わがままって、あなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする。俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの？終わるまで隠れてろ、いいな。クソ、やっぱりここでもダナは虐げられているのか。怒ってくれるの？よその国のことなのに。どこの国かなんて関係ない。こんなことはもうたくさんだ。非協力的な者は不穏分子とみなして連行する。おとなしく白い石突きども。くそ、また誰か密告しやがったのか。そこのお前、反抗的態度は予備罪が適用される。俺は何も。やめろ。石付きの分際でスレド閣下の命令に立てつく気か。何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ、お前ローか。何をしてるの。戦うんじゃなかったの。生きていたんだな。今さら何のようだ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロウ、お前たちを拘束する。
どうしたんだジェネファー。来るわよ。どこだ。何払う。エンジン治癒の治癒機械は私だけで十分よ。終わりだ。いくらでも相手になって。私なら落とせるわ。何払う。出さない。小物に時間はかけてられないわ。ああどんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。終わりだ。終わりよマグナレイ。終わりだマグナレイ。叩き失敗。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。食べよ攻撃。炎よ巻き込め。行くわよ一発。ジルバ捕まるつもりか。望み通りにしてやるよ。そういうわけにはいかない。終わりだ。どうしたんだジルファ。なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。頼む。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ジルファ手を出すな。だけどせがれなんだ。今頃思い出したのかよ。避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。くたばれ。リウェル、今のは？ロウ。気をつけろ。奴らは武装しているぞ。敵の援軍だわ。炎の剣を使いなさい。無理だ。村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。なあ、もうジルファ。お前たちだけで行け。だがあいつを残してはいけない。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。みんなあんたを当てにして。すまん。あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追ってもね。これからどうするつもり。決まってる。ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき確かに光ってはいなかった。あなたは光り目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の
一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い、そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど、それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から？うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって、そう父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ？わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも？今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろ。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの？それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ？私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。いいのか？あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。どうしたの？いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。え？昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない？それはレナの仕業なのか？なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。わかった。だが今はジルファのことが先だ。大丈夫かな？ローって人が息子なら手荒なことはしないよね？そう思いたいが、とても仲が良さそうには見えなかったからな。
に、ダナ人が蛇の目になれるものなのか。密告に役立つから、なれるよ。万物継承の源は、六つの聖髄によりて例外なし。されど我ら闇をかき、彼ら光をかく。すなわち、全きを縁とする部。何をつぶやいているんだ？魔法の詠唱の練習。詠唱？じゃあ今の魔法の呪文なのか。そうじゃないけど、いざって時に素早く正確に発音する必要があるから口を鳴らしてるんだ。なるべく使わないようにしてたし。一族でずっと人の目を避けてきたんだったな。リンウェル以外の魔法使いの人たちはどうしているんだ？悪かった、聞かれたくないことだったのか。ごめん。あのさ、私の魔法のことだけど。あまり大っぴらにしてほしくないんだな。うん、ごめん。あの村で使っておいて今更という気もするけど。よせシオン。あの人が。え？シルファが死ぬのが嫌だった。だから。ああ、リンウェルが助けてくれなかったら危なかった。ありがとうな。うん。プルルー。あの子、さっきから動かないけど、大丈夫なの？本当だ。どうしたんだろう。来い来い。ほら。しまった。何？どうしたの？すまないリンウェル、フルルがいなくなった。驚かせるつもりはなかったんだが。フルル？フルルならそこにいるよ。どこに？雪しか見えないぞ。ダナフクロウは警戒すると気配を消すから、他人が一緒にいることになれないのかも。そうだったのか。下手に構っちゃいけなかったんだな。フルルは私以外には懐かないから。おいでフルル。フル！こんな近くに。多少はアルフェンのことが気になってるみたい。一緒に旅をしてるってことくらいは分かってるんだと思う。名前を呼んだら返事をするくらいにはなるかもね。そうか。弱っているわけじゃなかったのね。ああ、よかった。